どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。え、本日21日も10時まではね強いというふうに思ってたら、なんと10時を境に一気に売り仕掛け、行ってこいですね。結局28,500円台という難しい1日となっています。え、しかしこれでチャートの形も一歩進んでしまっています。来週に向けてどう形が変わったのか、そしてゴールドマンの先物の,の買い物 気になるところですが終わったのかどうか是非最後までご覧くださいそれでは早速4月24日「日経225オプション考察」始めていきましょう。 はい。それでは4月21日相場外況からです。日経平均28,564円。93円安でマイナス0.33%。トピックス2035.06マイナス4.67でマイナス0.23%。マザーズ752.88マイナス13.32でマイナス1.74%となっていますえ。次に売買代金。プライムで2兆5,650億円。まあ2.5兆なんでね、そんなに別にあの換算ではないんですが、なんか あれ日本株すごい盛り上がってるよ、海外勢買ってきてるよという割には、出来高があまり盛り上がってこない気もします。 で、スタンダードが1250、えー、億円。グロースが1974億円となっていますえ。次に恐怖指数ですね。アメリカのビックス17.40。昨日の同時刻が17.30でしたからほぼ変わらず。日経平均 VI も、えー、ほぼ変わらずですね。今日93円安ですが、えー、ボラティリティはわずかにマイナス0.09と下がっています。16.10。またこれ16を割るんじゃなかろうかというところまでね。かなり、こう、楽観相場、 継続という状況になっています。 はい、今日はまた、えー、ノートの NT 倍率大作戦のご紹介です。ということは、え、今日ね、あの動画ではご紹介してないんですが、形上 NT ショートが5となりました。ですからチャンス到来なんですね。まだ間に合います。この週末ぜひね、こちらえ、読んでチャレンジしてみてほしいなと思っておりますが、まあね、これ年率15%を目指そうとかって書いてますが、え、15%どころじゃござんせんということで、これね、マガジンの中でも公開をしている2022年の損益 状況ですえっと、まずね、これ、ミニ1、え、ミニ1って書いてますから、日経平均のえ先物ミニとトピックスの先物ミニ、1枚1枚です。え、証拠金が、うんとね、6万ちょっとでいいんですけれども、片方を立てるときに12万倍いりますからね。だから、まあ、あ大体証拠金15万円あれば、ワンセットえ、ポジション取れるんですが、え、62万6500円。 プラス、え、もう一つね、騙しのサインという、まあ、あと、こんだけ、2、4、6、7回、え、さらに、えっと、チャレンジする、まあ、これも書籍で書いてありますが、え、そういうポジションを取る場面があって、ここで19万4千のプラスですから、なんと、82万円なんですね。で、まあ、もちろんね、これ、後検証なんで、一番いいとこで入って、一番いいとこで売ってるので、まあ、これだけの数字。 になってますが、なのでまあね、2割引き、2.5割引きぐらいで成績は考えておいた方がいいんですけれども、それでもね、証拠金15万円ほど口座にあれば、まあ実際の証拠金は今6万ちょっとですからね。で、80万ぐらいのプラスになる、まあ計算になってます。これ仮にね、50万だったとしても、えっと、年間15%どころじゃないですよね。ということで、今は非常にワークしている作戦になってます。私も絶賛、これはもうずっとやっていて、さらに、 えっと、先週のメンバーシップ、YouTube のね、メンバーシップの方では、2023年の成績も公開しています。これはもう少ししたらマガジンの方にも追記していく予定です。ということなので、まあ、今の試合ね、当分、まあ、今のボラティリティが低く落ち着いた相場では当分ね、この NT 倍率の大作戦っていうのはね、ワークするんじゃないかと思っています。まあ、非常に面白い作戦なので、興味のある方はね、この動画の概要欄にリンク貼ってますから、ぜひ確認してみてください。 はい。それでは早速チャートの方を見ていきますが、まず日経平均の冷やしですね。まあ、今日はね、特徴的な、この大,大きなね、この上髭陰線なんですね。もう、典型的な天井ですよと言わんばかりのチャートになってしまった。 ということでまあ、言うほどね、まだ564円が終わり値ですから、まあ別に下がってない。そして今日は3月9日のザラバ高値。これね、9時半から10時の間だったと思いますけれども、抜けて、え高値はね、778円まで。今日のところがえ、直近の、まあ、いわゆる年初来高値、まあ、ザラバのね、高値ということで、まあ、ここなかなか超えられなかったものをようやく超えてきましたというところで、今日はこのまんまね、週末だけど強いのかなと。ね、いよいよ日本株、うん 2万9000円というところに行くのかと思った矢先にですねこちら、えー、5分足ですこれ現物の5分足今日なんですけどまさに10時を境にここね10時なんですけど5分足ねガーッと上がっていてですね10時を境に一気に行ってこいで売り込まれました、えー、2万8600円も割り 混んで、一旦戻す,んですけれどもまた、あ、た下がってきたとでこれね、ちょっと、本当にこの、あの、ここは私ね、あの、仕事しながら、あの、ずっと、えっと、チャートも出していたので、おお上がるな、上がるな、と思ってたら、おお下がるな、下がるなと。まあ、私はもう、上も下も今ね、ポジションガードしてるというか、まあ、あんまり関係ないので、あの、ね、下がってくれないとあんまり関係ないので、あの、まあ、あんまりね、ここでポジション取ったりしなかったんですけど、で、この5番、ここは見てなかったんですけど、こういうね、動き、これ トレーディングビューだけなのか、実際にね、ここ,こまで、えっ、ー、と、200円近くポーンと跳ねてね、一気にまた下がったのか、えー、ちょっとまああの、わかんないんですけど、まあ、やっぱり少しね、異常な動きをしてますよね。はい。ということで、まあ結果的には今日、えっ、ー、と、28,530円近辺まで押し込まれてですね、安値が、 あ、これは5分足だから出てませんね。で、まあ最終的にはね、577円、この辺りというところで、まあ5分足が出ております。はい、ということなので、まあちょっとね、この辺り上行くかなと思ったら、結局終わってみれば500円台だったということですね。で、これによって、 で、えっと、こちらは、うんと、新型マックリーですね。連日ご紹介をしておりますが、今日、まあ、ここちょっとね、水色の線引くと、この辺が見えなくなるので、引いてないんですが、え今日、現物の足が終わったところで、明確に引転してきています。これは新型マックリーの1.0の方ですね。早いサインです。で、2.0はまだこれ、えっと、300のこのね、判定ライン超えてないので、2.0的にはまだ天井圏にはなってないんですが、まあ、一応ね、早いサインがえ、天井をつけてきた。で、こちらは、 まだね 5MA、ギリギリまだ上向きなので、今日 5MA も実は割ってきてるんですけれども、これまだ下落の 5MA クロスにはなってないという、とてもとてもややこしい状況になってきているということですね。最も早いサインだけが、一旦ショートっていうサインに変わってきていると。で、こちらは MACD ダイバージェンスの2.0ということで、これはね、明日22日の土曜日、ボイシープレミアムでえっと配信するチャート、ちょっと先出ししております。詳しくはボイシーでお話をするんですが、これ、 マックディの、ね、本家、まあ、普通のマックディですが、まあ、こうやってねあのマックディ自体は上値切り下げてきているのに株価上がっているということで、えっと、長い期間で見たダイバージェンスなんですね。これ、マックディダイバージェンス2.0と私は呼んでいて、1.0はおとといのボイシープレミアムでご紹介をしていて、2.0は明日、えー、ボイシープレミアムでご紹介予定だというところですね。まあ、いずれ、えっと、YouTube のメンバーシップでもね、画面付きで解説しようと思ってますが、まあ、なので、うん、とまあ要はね、あのダイバージェンスしてるので、えそろそろこの辺で天井になりがちと、まあ、ダイバージェンスした後はね、こう下落することが多いので、この観点からもそろそろ天井圏じゃないのという形にはなっています。もう一つ、こちらはストキャスティクス大作戦も現物の足で今日、まあここね、えっとクロスしてきましたので、えっと S マークがついています。ただこちらも 5MA クロスにはなってない。 まだ丸がつ,いてないんです、ね、つまりショートのインではなくて天井のサインですよという形そしてこちらはスクイーズモメンタム大作戦ですがここもちょっと線を引くとね分かりづらいので引いてませんが薄いピンクから濃いピンクになりましたのでここに水色の線が引かれますなのでスクイーズモメンタム大作戦からも天井圏のサインがつきました同様に 5MA クロスでこちらもショートになります ということで、まあこれ以前ね、ご紹介をした、ちょっと長い冷やしで、これ日経平均なんですけど、このまあ、そこそこね、えっと、天井圏。 にあるところこの赤い星マークは、この、こちらでご紹介をしているあの作戦。これメンバーシップでご紹介したんですけどね。こういった天井を、えー、捉えるサイン。黄色いところは5つの項目のうち、3つ以下しかサインが点灯しなかったところで、まあ、その作戦では追い切れなかったんですけど、5分の4点灯したところがこの赤マークになっていて、まあ、割と見事に天井を捉えてるんですね。で、今、実は3つ、 3日前ですね。えっ、ー、と、本来は、えー、ここが、えっ、ー、と、今2つ点灯していて、まあ3日。 三つ四つがこの辺りで点灯すればね、赤になる。前に崩れてきてるんですね。ですから、ここまた黄色になってしまう可能性はあるんですが、もし月曜日 5MA クロスになれば、えっ、ー、と、5項目のうちの、さっきご紹介をした、えっ、ー、と、ストキャスティクスと、あと、アルンオシレーター、いずれもショートになって、そうするとね、ここが赤になるんですね。つまり、今週のこの辺の高値が、えっ、ー、と、天条件になるという条件は満たしてくると。なので、月曜日ね、まあ今日の夜、実はアメリカは少し、えー 踏ん張ってるのでえ今日アメリカが上昇して来週の月曜日以降もまた日経金均切り返すようですとえここはえっとサインが消えます。 ただ、えっと、月曜日ね、少しまた、えっと、大きく下げなくても、本当に50円とかね、80円ぐらいのマイナスだったとしても、ここが赤いサインになって、典型的な天井に、えー、なり得るチャートサインになってくるということですね。で、そうなってくると、こちらは先物、今日の21時27分現在、踏ん張ってるんですね。これ EMA リボンの先物ですが、ここ、一番上の 5EMA、28,546円です。21時27分現在、570円ですね。で、えっと、この今日の安値、 百8 0円までここのひげね、今日ナイトセッションに入って、少し夕方、えー、このままずるずるいくのかなと思ったところから、まあ、今ね、えー、と100円近く戻してきてるという状況なので、ここが赤くならずに、まだ緑のまま踏ん張ってます、これ28,546円を割ってくると、こういうふうに赤くなってきて、このあたりね、ずっと同じことを言ってて踏ん張ってるんで、今日もなんとなく踏ん張りそうな気配はありますが、えー、ここ、今日ナイトがね、ニューヨーク、そんなに強くないという状況になれば、こう崩れて くるので、まあその辺も合わせて考えるといよいよいろんなものの天井サインがえ点灯してくると、まあ、なかなかここ踏ん張ってますけどね。もう1回今日もまた、えー、瀬戸際という状況にはなっています。はい、でそのもう1つの要因としてはドル円がちょっと。 と、昨日から弱含んできとるぜよというところで、プラス2シグマの動きから少し崩れて、今ね、プラス1シグマ、133円75銭近辺まで下がってきてます。一昨日はこれ135円15銭ぐらいまであったので、えまあ、この1日半でね、1円40銭、まあ、円高方向に少しこう押し込まれてきているので、まあ、その分日経平均はやっぱり上値が重くなりますね。アメリカがちょっと上昇したとしてもね。で、ここ、今日のブルームバーグで、まあ、来週のドル円にした 押し圧力じゃないいのというヘッドラインが出ています、まあ、ヘッドラインというか、えこれはあの証券会社の,、ね、あのストラテジストの、まあ、双方の意見ということで、こちらは、ね、確か IG 証券の方かな、来,え来週は、ね、日銀会合が、まあ、28日かなえ、ゴールデンウィーク直前にあって、これが最大のイベント、ただ日本の CPI、コアコアが上昇トレンドを維持していて、政策修正に関する思惑は働きやすい、ドル円に下押し圧力ということで、あコアコアじゃないかな。 えっと、全体の CPI CP かなこれ、日本の、えっと、これ、昨日か、一昨日どっちか忘れました。それぐらいに出たやつですね。前年同月比、プラスの3.8%ですが、前月はプラスの3.5で、今回の予想が3.6だったので、まあ、それから見ると、ちょっとまだインフレが進んでおりますよ、というところで、そんな大したことじゃないと思うんですけどね。ただ、まあまあ、上昇、予想よりも、まだまだ日本は上昇基調にあるとなれば、このあたりね、YCC の、まあまあ、あの、ここですね。 <laughs> 政策修正の指針のようなものが示される可能性もあるんじゃないのというところですね。そうなると円高圧力が増してきそうだよという、まあ、お話ですが。まあ、一方でね、ちょっとここはスペースの関係上載せてませんが、水保、水保証券の鈴木さんという方はですね、ドル円は上、円安方向と見ているということで、まあ、真逆の相場感ですね。YCC に関しては、イルドカーブの歪みも解消されているが、もう少し様子を見そうだと、修正に踏み切った場合は、 サプライズになる何もなければ織り込み済みで出尽くしの方の反応になるんじゃないのというところでまあこんなにね下押し圧力にはならないんじゃないのという意見もあってまあとはね感覚的な話で言うと例えば上田さんはね最初の会合になってきますからまあ、いきなり YCC をねこうあのまあ、こういうのはねもういきなりやらないとっていうところもあるのでまあ、何らかのねあのまあ、多分セットで やってくるとと思いますけど緩和の部分とただそれでもえちょっと YCC をもう解除するぞという市場にメッセージを出してくるようなこともここで、ね、考えられるっていうところではあるんですけどただねいきなり最初から高鼻メッセージを送りたくもないのかなと、まあ、やっぱり最初ですからね。 で5月3日に FOMC があって、本当に予測通り利上げすんのかなも含めて、そこ確認してからで、もう全然遅くない状況でもあるので、さすがにここで動いてくる可能性は、私はね、えー、高くないなという気がしています。まあ、あとはサミットもあってね、まあ、サミットと株価、あまり関係ないですけど、まあ、とはいえね、日本の独自の理由で日本株を下げさせたくないっていうのも本音じゃないかなという気もするので、まあ、4月28日はこのまま無難にね、そうすると あんまりドル円に下押し圧力っていうほどのものもなく通過していくんじゃないかなと個人的には思ったりもしています。 はい。それではここからはオプションの手口ですね。まずは海外勢合算ですが、うんと、コールは、と、相変わらずそんなに大きな枚数にはなってませんが、うんと、やや買い越しの方かな。ここ1 2万9000のコールね、184枚の売り決済になってますが、全体的な枚数でいくと、ややコール買いの方が多いような気がします。で ということでまあコールやや買いのプット売りですから全体的にはこれ海外勢合算は少しほんのわずか上のね デルタ的ににはほんのわずか上とといいいうバランスになっていると思いますですから引き続きこの28,500円がコール買いのプット売りなので28,500よりも上とこっちはもうコール買いで下はプット売りですね、えー、言ってるようにねコールの28,250594枚の売りはあれど、まあ、28,500を起点に考えるとコール買いのプット売りなので28,500よりも上っていうのが海外勢のまだバランスかなというふうに思います はいえ。次にゴールドマンです。えー、っと、ゴールドマンね、本当にどうしちゃったんだっていうぐらい、徹底的にオプションを売ってる。まあ、枚数そんな多くなくて、今日コールは触っていません。で、プットも一箇所だけえ、少しファーですね。27,875円のえプットを461枚こちらまた売り乗せと。なんかこう、抜けてるピースを埋めていく感じで売ってるという感じですが、これによって上も下ももう売りで、まあ、大体ね、まあ、ちょっとまだコールの売りの方が多いような気もします。ちょっとちゃんと。 足し算してないんですけどで 2万8250円と2万8375円、ここで今、ぶつかってるんですよね、売りがね、上の売りと下の売りが。ということなので、まあ、2万8250円から2万8500円ぐらいの間で、上にも下にもあんまり動かないんじゃないのと見ているので、まあ、今ね、ちょっとあの下がってきた、ATM が下がってきましたが、まあまあ、このあたりで,で、このあとね、ちょっと先物も,もゴールドマン出てきます、ずっと買い戻してましたが、さあ、今日はどうでしょうかというところで、オプション的にはもう今の ATM ぐらい、まあ、もうちょっと下がってくれ た方がいいと28,400円ぐらいでね、ちょっともう上にも下にも動かなんでええよと、まあ、そんなバランスになってると思います。はい、え次にアムロです。アムロは今日コールはどうか、と、 わずかに、わずかというか、まあ、買い越しですね。枚数的にね。で、プットも買い越しということで、コールとプット、プットの方が枚数多いですけれども、どっちも買ってきているということで、まあ、バランスあんまり変わりませんね。こちらも28,500円で、えっと、まあ、コール買いそれよりも上ね。特にまあ、あの、2万9000円よりも上というところで、コールサイドはちょっとファーに寄ってますが、今日も2万9,375を125枚買い乗せして、ここが970枚と、まあ、1000枚近い買い越しになってきているということで、まあ、2万9000円も 上のところはね、コール買いをまあちょっと強めていると、まあ、あのそんなに、えっと、あれですね、プレミアムが高くないところを買い集めてるみたいな形になっていて、でも、プットも2万8250よりも下のところえ、しっかりと買ってきているので、2万8500円近辺を中心に、ここにちょっとトライアングルで、ね、買い買い買いと、コール買いとプット買いはこのあたり2万8500円近辺でえぶつかってると、でここよりも、まあ、上か下か、どっちか株価は大きく動いてほしいという形で、今、ポジションを取ってる。 気がします枚数的には下の方がねちょっと強いかなという気がしますが、まあ、それでもコールの買いも少しずつ増えてきてるということでまあ、これねどっちか上に下に動いた方にこうあの厚くしてくるという形でまあ、どっちかに動いてほしいというポジションを引き続き取ってるのかなという気がしています。ははいえ最後は先もでですけれども今日日経平均 -0.33% -0.23% トピックスが 平均型ですね、ラージプラスミニの先物が1,092枚の買い越しで、一方でトピックスの先物も,も573枚の買い越しでしたから、まあ、合算すると1,600枚ということで、まあ、今週は、えっと、他の日がね、えっと、海外勢、先物も,も現物も結構買っているという状況で、引き続き強い状況だったんですが、さすがに今日は少し。 先物ベースで見ると、買いが、緩んできたかなという感じですね。で、やっぱり大注目のゴールドマンですが、今日は買いが止まりました。まあ、わずか230枚の売り越しということですが、まあ、本当にね、先々週の後半から先週も一変とずっと買い戻してですね、まあ、ガガガッと、ね、5万5千枚ぐらい、ここの計算で売り越しだったものが、まあ、一気に1万2千、1万3千枚ぐらいまでね、減らしてきた、急激に買い戻してきたというところが今日収まりました。まあ、要はゴールドマンの 買いが止まったんですねというところが、まあ、少し、この後、来週も、引き続き、また、えっと、買いに転じずにね、少し、ここもう買うのを抑えるのかどうか。で、あとはですね、買い方としては、ソシエテと BNP がそれぞれ、1969と2870ということで、ここも、えっと、引き続きです。<laughs> 引き続きですね、今週は、えっと、買い基調という形になってます。で、一方で、売りも、シティとバークレイズが、まあ、ずっと、 ね、ここはずっとロングのまあもうずっとね、はい、通年ロングなんですけれども、まあ、今回の 上昇のターンで、まあまあ、えっと、一旦の買いを売り決済してきて、少し枚数を減らしてきてると。まあ、特にシティがね、がっつり減らしてきてるという感じ。だったら、まだこの2社はえ、大きく買い越しのままなんでね、というところではありますが、まあ、いずれにしても、今日はさすがにちょっと海外勢もえ、買いの手が収まったかなと、これが週末だからなのか、まあ、そろそろいっぱいいっぱい感を感じて、買いをね、込めたのかなというところなので、 ま、これは、あの、月曜日以降、ま、さらに先物の,のね、出口は注目かなと思います。はい。ということで、いかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞと、そして、このチャンネル応援してもいいよという方は、ぜひ、チャンネル登録の方と、あとね、グッドボタンをポチッとよろしくお願いいたします。また、動画の概要欄には、ボイシーとか、ツイッターの紹介もあります。ぜひ、こちらもフォローよろしくお願いいたします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。またね